暑いと言うから暑いとは一体どういうことなのだろうか。この文章におけるからは、前件の事柄が後件の事柄の原因理由となることを表す接続助詞であり、命令、依頼、推量、意思、主張など話し手の主体的な立場で述べる場合に多く用いられる語である。つまり話し手の主体的な判断により、熱いということが熱いことの原因理由となっており、それによりさらに熱くなり、再び熱さゆえ熱いということで一層熱くなるという無限ループ、熱いというから熱いシステム、いわゆる AA システムが形成されるという主張である。しかしこの説に私はいくつか疑問がある。それは、熱くない時にはこのシステムは機能しないということである。なぜ少しでもぬくもりが必要な冬には AA システムは機能せず、夏限定で機能するのか。そもそも日本の暑さの原因は地理的気候的諸条件であり、それに加えて寒いという経験である。この形容詞のある種の補完関係が一方からもう一方へ人間を振り回すのである。細いがあるから太いのであり、長いがあるから短いのであり、細長いがあるから太短いのである。では暑いをなくすには寒いをなくせばよいのだろうか。いや、寒いがたとえ消えてなくなったとしても暑いはなくならないだろう。なぜなら暑いよりももっと暑い、クソ暑いが存在するからである。形容詞の補完関係ともう一つの特徴、階級性が私たちを笑うのである。暑いの上はクソ暑い、クソ暑いの上はお父さんに殴られた、お父さんに殴られたの上はおじいちゃんが死んだ、というふうに私たちは逃げても逃げても暑いの手のひらからは抜け出せないのではないだろうか。